Tetsuya, Wild Rock City. Rock City. DJ Tetsuya, Wild Rock City. Wild Street.さあ年内最後のワイルドストリート、今年もこの時間ではいろんなおすすめのクラブイベント、まあ、EDM ナイトをはじめとしてね、紹介してきたんですが、3日後には新しい年、つまりあさって大晦日、道内各地でいろいろなカウントダウンイベントが行われますよね。今夜はその中でもおすすめの、あるクラブで行われるカウントダウンイベントを紹介したいと思います。そのイベントに関わっている二人に今日はスタジオに来ていただきました。こんばんは。こんばんは。はい、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、カウントダウンイベントが行われるオミバス札幌、GM 千葉と申します。はい、そして今年最後の登場です。DJ クレイジーリュウです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、クレイジーリュウさんはもうね、はい、EDM ナイトで、はい、何度も何度もこの番組に登場していただいてますよね。そうですね。お世話になりました、今年も。今年何回ぐらい出ました？今年。ほぼ毎月ですよね。そうですね。イベントあるときは。はい、そうですね。10回以上は出させてもらいましたね。はい。はい、完全にこなれましたよね。そうでもないですよ。どうですか、このラジオで喋るっていうのが、はい、またこうプラスな作用っていうのはう、ね、クレイジーリュウさんにありました？ありました、ありました、はい、いろんな方はやっぱり聞いてくれてるんで、うん、特にまあなんていうんですか、こうイベントで自分 DJ やらせてもらってて、はい、っていうのとこのラジオでの活動っていうんですか、はいはい、いろんな方に聞いていただいて、それでやっぱりあ頑張ってるんだねってっていう言葉をいろんな人からいただいた年ですね。ラジオを通じてリアクションをもらえるというのも、一つの魅力ですよね。そうですね。はい。はい、そしてもう一方がオムニバス札幌の、GM の千葉さんということで、はい、ラジオでは初めましてになりますね。初めまして、よろしくお願いします。はい、まずオムニバス札幌っていうのが、はい、これクラブの名前ということですか？そうですね。はい、オープン予定のクラブの名前です。あら。場所はどこにあるんですか？はい、札幌市中央区南4条西5丁目、F45 ビルの3階になります。はい、F45 ビルの3階、はい、まあこれからオープンする、クラブということで、はい、千葉さん、このカウントダウンパーティーからオープンっていう感じなんですか？いや、ですね、1月の後半を予定してるんですけれども、はい、それに先駆けてカウントダウンパーティーを行わせていただくような形で。そうなんですね、はい、じゃあこのカウントダウンパーティーがもう初めてオムニバス札幌のお目見えみたいな形になるんですね。そうですね、はい、ちょっとラジオ聞いてる方にぜひイメージをしていただきたいんですが、どんな箱クラブですか？はい、はい、札幌最大級の、1000人キャパの、エンターテインメント空間、うん、そうですね、最新の EDM を中心としたオールミックスな選曲で、まあ、幅広い年齢層に楽しんでいただけるようなお店に、はいはいはい、とてもハッピーな、ハッピーな、ハッピーでピースフルな空間となってますので、ハッピーでピースフルな空間、はい、まだイベント一回も行われてないのに、いやもうそうですね、ハッピーでピースフルな空間になることは間違いないという、はい、そうですね、ことでよろしいですか？はい、はい、なんかビップルームとかもすごい広いらしいですね。そうですね、はい、きっちりとした綺麗な、はいはい、何人ぐらい入れるんですか、ビップルームで？席数自体は多くないんですけれども、広い空間で、くつろいでいただけるような、はいはい、空間となってます。そうなんですね、はい、僕男1人女性3人とかで4人で遊ぶことがまあないんですけど。ないんじゃないですか、はい、超すごいなと思ったんですよね。全くないんですけれども、すいません、そういう時はリップルーム使わせてくださいという、ぜひぜひ、話だったんですよ、すいませんでした、はい、理想ですね。これが来年への、ね、目標でございますよ。はい、いや、クレイジーリュウさん、はい、まあ、このカウントダウンイベントで、DJ を担当されるということで、はい、まあ、まず振り返ってみて、今年1年どうでした？その DJ としての自分を振り返って。DJ としての活動は、うん、ものすごい充実はしましたね。あ、本当ですか？はい。はい。いろんな人たちといろんな出会いもありましたし、はい、いろんなイベントにも参加させてもらいましたし、やっぱり活動の幅はかなり広がった年かなと思いました。すすきのはもちろんですけれども、はい、千歳とか、あとは東京でも、はい、DJ プレイやられましたよね。やりました。はい。はい。2回ぐらいやりましたっけ？今年は東京1回ですね。あ、1回ですか。はい。5月に1度ですね。はい、はい。はい、いろんな経験しましたよね。ね、あと、僕主催に関わったね、マイノリティという、ね、イベントでもプレイしてもらったりとか、はい、そう考えると幅広いっすね。そうですね。あと、まあ、札幌以外でも道内、
至るところでやらせてもらいましたし、はいはい、あと、まあ、大きなビッグゲストが来るようなイベントでも回させてもらいましたし、やっぱりいろんなところがオファーが来たんで本当にありがたい1年でした、はい、いや来年さらに躍進してくださいよ。そうですね、来年はちょっといろいろ挑戦の年でもあるかなって思うんですよ。大会に出たりとかなんかそういうのもしたいですし。おお、そうなんですか。はい、はい、一応目指してあります。そうなんですね、はい、予選で落とされるかもしれないですけど、ちょっと分かんないですけど、まあ、どうなるか分かんないですけどね、はい、でも挑戦はしたいなと思ってます、ね、いや応援してますよ本当に、はい。まあ、今回そのオムニバス札幌で行われるカウントダウンイベントなんですが、クレイジーリュウさんはもちろんです、はい、その他登場される DJ の方教えていただけますか。はい、ですね、まずは DJ 高木さんですね、はい、まあ、北海道 DJ 界のレジェンドですよ、はい、あと東京から DJ 大君、はいはいはい、あと EDM のレギュラーの DJ 大輝、DJ ゴリ、あとは DJ 涼介、はい、DJ ゆきな、あと DJ ゆうすけ、うん、DJ 健吾、はい、DJ あかりのメンツですね。 DJ は DJ めちゃめちゃ多いですね。そうですね、ラインナップが、はい、VJ がサトルさんですね、はいはい、あとはライティングパフォーマーがモードカヒラさんです。もう今いろんな場所でね、はい、この方のライティングを見る機会が増えましたよね。そうですね、はい、はい、そのライティングパフォーマンスもチェックすることができるということなんですけれども、はい、この日は何時頃プレイするとかまだこれからですか。そうですね、リュウさんはこれから組み立てって感じですね、うんうんうん、はい、まあ明後日ですけれどもね、はいはい、どんなプレイしたいと思ってるんですか。いやもう、はい、カウントダウンなんで、はい、やっぱり自分はあのお祭り野郎なんで、はい、ドカーンとド派手なプレーをしたいなと思ってます。もうあのリュウさんのプレーっていうのは本当にあの自分でプレーをしながら、はい、マイクも持って、はい、あのオーディエンスを、はい、うん、自らあの言葉でも盛り上げに行くじゃないですか。そうですね、あのスタイルが俺好きなんですよね、はい、あ、 ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、はい、あの自分が MC やらせてもらってるイベント、まあ、その共演と、ね、いうこともありましたけど、はい、あの結構ね嫉妬してましたからね。いやいやいや、何ですか、俺より上手いじゃんって思って何言ってんすか何言ってんすか、勢いっすよ、勢いっすよ。いやもうそういうところもね大好きだったんですけれど、千葉さん的にはクレイジーリュウさんのプレーなんか何度かご覧になったことはあると思いますけど、はい、どういうところがなんかこう魅力だと思いますか。もう若い子でも楽しめる、はい、ありがとうございます。さんでも楽しめる、はい、はい、まあ、フロアに合わせたもうこう、はい、やっぱり選曲ですかね。なるほど、はい、GM 非常に落ち着き払った評価ですねいい感じですねスタートが何時ですか千葉さん。イベントは一応オープンは8時を20時を予定しております。はい、でまあ12時にカウントダウンをして、はい、あとはもうね、2015年初踊りを、はい、皆さんに楽しみまくってもらうという感じになりますよね。はい、はい、それではチケットの料金をリュウさんからお願いいたします。はい、ですね、まずチケットの料金なんですけれども、今回、このワイルドロックシティを聞いたという方は、うん、はい、入場料無料です。え、本当ですか。はい、その代わり、男性2ドリンク1000円、はい、女性1ドリンク500円を、いやいや、購入していただきたいです。もうだって飲み物は飲みますからね。そうですね、クラブでカウントダウンイベント参加して飲まない人なんてそうそういないですからね。いや、いないと思いますよ。はい、はい、この2ドリンク、男性女性だったら1ドリンクを購入してもらうのが条件となるんですが、ノーセーブを聞いた、はい、ワイルドロックシティを聞いたといえば0円と、そうですいうことになりますんで、はい、はい、もう無料でドリンク代だけでカウントダウンを楽しめちゃうと、はい、いうことなんで。そうですね、はい、はい、で続きがあるんですけど、はい、フライヤー持参の方が男性2000円、2ドリンク付き、うん、あ、2ドリンク購入ですね、はい、はい、で女性が1000円2ドリンク購入、はいはい、でドリンク代のみってことですよね、ほぼね。そうですね、うん、そんなようなもんですね、はいはい、あと当日なんですけれども、当日来る方は3000円で2ドリンク購入で、女性で2000円で2ドリンク購入ですね、はい、はい、となってます。こういった形なんで、まあ、まあね、まず今ラジオ聞いてる方は、ワイルドロックして聞いたと、そうですね、言っていただきたいなと思います、はいはい、そしたらかなりお得です、ね、はい、あと、ね、まあ、DJ クレイジーリュウの名前でも入れるんで。おっと、はい、なんかそんなこの番組レギュラー出演してなんか俺の名前でなんかいや今年はいやいやちょちょちょじゃあ俺の名前でいやじゃあいや月夜の名前で千葉の僕の名前でもいや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 じゃあ俺の名前で。あ、どうぞどうぞどうぞ。ありがとうございます、はい、って何やらするんですか
すごい、うん、一応公共の電波ですが、こんなに、ね、こんなにぎこちない笑いがあっていいんですか。すいません、すごいですね。道内の皆さん、本当今年最後にやらかしました。すいません、すいません、インタビュー始まる前にクレイジーリュウさんがやろうって言ったんです。とんでもないぎこちない笑いになってしまいましたけれども、びっくりしました本当に。いやー、ちょっとカウントダウンイベント楽しみですね。はい、はい、オムニバス札幌という場所です。もう一度ちょっと場所をね、はい、千葉 GM の方からお願いいたします。はい、はい、オムニバス札幌、札幌市中央区南四条西五丁目 F45 ビル3階ですね。はい、はい、あとお店の電話番号も教えていただけますか。はい、お問い合わせ先が 011-272-7000番となっております。はい、まずはカウントダウンイベントが行われて、その後オムニバス札幌正式オープンは1月の下旬を予定しているということで、はい、またね、詳しいイベントとか、決まったりしたら千葉さん、宣伝しに来てください。よろしくお願いします。あ、なんかこういうイベントやりたいとか、そういう GM としてなんか考えてることはあるんですか。そうですね、まあ、具体的なものはちょっとまだあれなんですけれども、うん、まあ、本当にもうみんなが楽しめる本当にハッピーなイベントばかりを予定しております。はい、さっきからハッピーとかピースフルな、いやもう、かなり強調されてますけれども、もうハッピーが一番です。ハッピーが一番ですよね、はい、楽しくやっていきましょう、はい、来年もと、ね、よろしくお願いします。はい、ということでオムニバス札幌の GM の千葉さん、そして、こちらで行われるカウントダウンイベントで DJ を担当する DJ クレイジーリュウさんに来ていただきました。ではお二人とも良いお年を。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。